アイテム番号 SCP-049。オブジェクトクラスユークリッド。特別収容プロトコル SCP-049 は研究セクターの独房に収容されます。レブ2以上の職員の許可を得た上で、鎮静剤を高度に投与してから出なければ、SCP-049 を独房から移動させてはなりません。この処置を講じたとしても、さらに2人の武装した警備員をつけ、鉄の首輪をつけて繋がれた状態にし、かつ2メートルの鉄柱2本にしっかりと固定し、2人のレベル1以上の職員がそれを保持します。実験は必ず特別隔離房の中で実施してください。文書 42D3183章。SCP-049 の独房は常に監視カメラで監視してください。万が一異常な行動が生じた場合には直ちに、博士に報告してください。説明 SCP-049 の外見は人型であり、立った時の身長は1、9メートル、体重は 95.3kg です。しかし、財団では目下のところ顔形と肉体についての従前な研究を遂行できていません。これは、1516世紀ヨーロッパの伝統的な、ペスト医師プラグドクターの服装に見えるものによって覆われていることによるものです。この物質は粗い皮に大変よく似ており、マスクはセラミックのように見えますが、実際には服装ではなく SCP-049 の身体の一部です。顕微鏡検査と遺伝子検査によって筋組織と同様の構造を有していることが判明しました。イングランドのの地元警察により最初に発見されました。削除済みの発生が疑われ機動部隊が編集済み対応しました。初期収容手続きの一部として半径 0.5km 圏内の市民に対しクラス A の記憶処理を施しました。SCP-049 は話しません。付録 C.13章。しかし、A5 は完璧に理解しているようで、手術をしようとするまではとても従順です。SCP-049 からの物理的接触は常に人間に死をもたらします。SCP-049 の、両、手に触れた犠牲者、以下 SCP-049、には、削除済み、になり、即死します。SCP-049 は目に入る範囲の全ての人間を同様にして殺そうとし、手術への邪魔を避けるためではないかと思われます。その後に SCP-049、2に取り掛かります。メス、縫合針、縫合糸、未知の物質の入ったいくつかの薬瓶を収納した、削除済み、でできたバッグを体の中のどこかから取り出し、X 線やその他同様の方法で調査しましたが、これらの道具が SCP-049 の内部のどこにあるかは判明していません。SCP-049、2を解剖し、また身体の中に様々な化学物質を注入し始めます。約20分後、SCP-049 は SCP-049、2を元通りに縫合すると、再び従順な状態になります。数分の経過後、SCP-049、2は再び生体反応を示し、蘇生したように見えます。しかし、SCP-049、2は高次脳機能を欠いているように見え、別の生きている人間に遭遇するまで彷徨い続けます。見つかる限りの全ての人間を殺しする際に、SCP-049、2のアドレナリンとエンドルフィンの水準が約 300% にまで増大します。その後に、また心神喪失状態になり、さらなる人間に遭遇するまで彷徨い続けます。この時点で、最高度の偏見を伴った対象の収容処分が許可されます。実験手順、付録 T49-123章から外れ、このプロトコルを適用しなかった場合、収容処分によって処罰される場合があります。SCP-049-2 の詳細な検視解剖によって、身体の中から、削除済みを含む数種類の珍しい物質が、大量の一般的な物質と共に、発見されました。しかしながら、いくつかの物質がなお同定できていません。レベル3以上の研究員は付録 C1 を参照してください。ホエー、1、A 博士、12、6、20。本日、初めて SCP-049 が会話に応じました。全、内容を記録しました。対象 SCP-049、インタビュアー、博士。前期 SCP-049 は実験施設に向かう途中、特に興奮した様子もなく不規則に話し始めました。この時、博士は携帯マイクで記録していました。無関係なデータは省略しました。SCP-049、ここはどこだ？博士、何？ここは研究、博士が驚いて記録装置を落としてしまったことによる大きな衝突音。SCP-049、研究施設？実に素晴らしい。
ここで患者を見かけなかったのも不思議ではないな。やっとわかったよ。博士。ああ、いや、君は話せないのかと思っていたよ。少し驚かされた。うん、話せるのか。SCP-049。もちろん話せるさ、先生。私、綿田会話が好きじゃないんだよ。この病気の患者のほとんどはかなりの黒胆重質で、全く会話に反応してくれないからね。これであなたに会うのは何回目かだが、あなたの中にはこの病気が発見できなかった。ということはだ、あなたも医者なのではないかと思うのだが？博士。ああ、その通り。編集済み、と呼んでくれ。しかし、君が言っているのは何の、病気、のことだい？ SCP-049。おいおい、先生、大悪液のことだよ。それ以外に何があるというんだい？博士。悪液、ああ、ベストのことか。当然予想して叱るべきだったな。だが、ここでは誰もかかっていないよ。私、が君に保証する。SCP-049。いや、先生、保証するのは私があなたに対してだよ。ここには悪液がある。私、には感覚でわかるんだ。世界から悪液をなくすことこそが私の生涯の義務だ。私、の治療はこの上なく効果的なのだよ。博士、君、の治療？君の治療のおかげで我々は何百人もの生命を犠牲にしたんだぞ。君の治療は間違っている？ SCP-049。先生、私の治療はこの上なく効果的なのだよ。SCP-049 は黙り込み、話をさせようというさらなる試みはいずれも功を奏しなかった。後期その日の試験はなんとか遂行することができました。また、何によって彼の手術が弱気されているのか、あるいはより正確には、彼が、悪液、として探しているのが正確には何なのかを確かめようとしました。これまでの研究では、彼の手術を受けたどのクラス D たちの間にもいかなる相関も発見されていません。現在も研究中です。博士。ほいしい、1レベル3以上閲覧か4、26、20。SCP-049 が収容を脱出しました。監督されていなかった約5分間の間に、SCP-049 は SCP と接触に至りました。捕獲後直ちに、SCP-049 は非常に穏やかで愛想の良い状態になりました。しかしながら、この時以来、SCP-049 は手術開始までの間、また手術中に、以前に比べて大変に口数が多くなったことが判明しています。49とあのクソったれの仮面が何を喋っていたのか知らないが、今の彼は外して以前よりとても幸せそうに見える。彼はもはや独房で座って塞ぎ込まなくなったようだ。何人かの職員は古い教会の賛美歌を鼻歌で歌っているのを聞いたと主張している。さらに、手術開始前の間に患者に話しかけることを始めた。見たところ、患者を慰めようとしているらしい。いろいろ言う中でも、自分こそが、救済、なんだとか主張している。我々の研究の焦点は彼と、編集済み、があの短いおしゃべりの間に一体全体何の話をしていたのかを発見することへと移行した博士。